我牛し第1位チェイス・ラ・チャンスですね。これは安室さんのヒット曲ですね。だからベスト5は、まあ、くしくもね、全部違う音楽の人、違う歌手の人ですね。ゲットワイルドは TM ネットワークで、マイリボリューションは渡辺美里さんでしょ、フィールライクダンスはグローブさんで、イージードゥーナスは TRF さんで、でこの安室奈美恵さんのチェイス・ザ・チャンスと、ね、いかに小室さんが幅広い人に楽曲提供していて、しかもそれが全てものすごいヒット曲、後々に残るようなヒット曲だったかっていうのを、まあ、表せたベスト5にくしくもなってるなって思いますけども、これ安室さんは最初ほらスーパーモンキーズで出てきて、アイドルとして出てきてね、でその頃は正直大した歌ってなかったわけですよ。なんだっけ、愛してますかとだっけ、とかさ、もう本当にそれまでのアイドルの延長線上みたいな歌しか歌ってなかったと思うんだよな確か。でもトライミーっていうのが出てきてさ、あれでユーロビート取り入れて、でそのいわゆるスーパーモンキーズ、安室さんのね、安室さんとスーパーモンキーズのダンスを見せつけてさ、すげえってなってきたわけ、だんだん。まあ言ってもトライミーはそこまで大ヒットはしてないからね、ただ注目してる人は注目するみたいな感じで売れたから。で私もこれ生配信でも言ったことあるけど、当時アイドルオンステージっていう BS の番組があって、もう私当時音楽番組全部見てたんで、録画してたんで、そのアイドルオンステージも録画してたんですけど、まあ、そこでね、レギュラー出演してました、スーパーモンキーズ。当時の名前は安室奈美恵 with スーパーモンキーズかな、で出てていろんな歌を歌ってたんだけど、で自分の持ち歌としてはそのトライミーを歌っててさ、うわっとこれはいいなと思ったんですよ、ね、私こういうノリノリの歌が好きだからね、結構ね、あこれはいいわって、まあこれはヒットするんだろうなと思ったら、やっぱ普通にヒットしましたよね。それはねヒットしたけど、そこまでの大ヒットでもないんだよね、この頃は、あのトライミーの頃はね。ただおそらくそれで ABEX さんか小室さんかが注目したんだろうね。何しろダンスがむちゃくちゃうまいし、で踊りながら歌うっていうところがさ、ね、踊りながら歌うんだよ、あんだけの激しいダンスしながら息一つ満たさずに歌うわけ、そこがやっぱりすげえなと思ったんですよ。いやこういう人が出てきた日本もって感動しましたもんね。でまあそこら辺で当時の ABEX さんの上層部か、あるいは小室さんご自身かが目をつけたんだろうね。で小室さんが手掛けることになって、一番最初は確かボディフィルズエグジットだと思ったけど、まあそれもね、まあまあいい歌だったけれどもね、もう次のこのチェイス・ザ・チャンスはこれも当時狂ったように聞いてましたね。あの途中でラップが入るじゃないですか、楽しまなきゃ生きてる意味がないみたいなね。教え込まれた協調性、いい子はいい子にしかなれないよ、もうどうしようもない、ビンビン来てる、ダッチェ・ザ・チャンスみたいなね言ってて、あのラップでメリハリつくところとか本当好きだったな。じゃあこの頃は本当に小室さん一曲一曲丁寧に作ってるなと思うの。このチェイス・ザ・チャンスなんかももうイントロからしてさすごいし、ね、で曲っていうかな、そのメロディーの流れにも、うん、飽きないような感じでいろんなところを作ってる、ね、うん、それが量産し始めるとだん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 簡単な作りになっていくんだよね。それはそうですよね。だから本当もったいないなと思った。量産し始めた頃だんだん私も小室さんから離れていくんだけど、なんか音作りが単純になってきたなと思ってね。この頃だから小室さんのヒット曲ってどれもきちんと作り込んでんな、すごい作り込んでんなっていうのは伝わるからね、本当にそうだもん。こうチャンス、チェイス・ザ・チャンスもね狂ったように当時聞いてました。紅白歌合戦で歌った時もね、あの時の紅白の演出もすごかったね。まあ安室さんはこっから来たなって、まあ、トライミーで弾みがついてホップって来て、でまあボディフィルズエグジットでステップって来て、でこのチェイス・ザ・チャンスでもうジャンプっていう感じだよね。だ一般的には小室プラス安室ね、当時ヘイヘイヘイで松本さんがね、あの小室さんのこと安室ファミリーと思ってるでしょみたいなことを言ってて、あれおかしかったんだけど、だ一般的には小室さんと安室さんの並びっつうと、なんだっけ、キャニューセレブレイとかあれっていう人が多いんだろうね。私はあれはあんまそんな好きじゃないのよ。
なんかやっぱしっとりしてるしさ、こういう賑やかな歌の方が好きだからね。で、私にとっての安室さんプラス小室さんというとこれでございますね。ここでお知らせをご覧ください。番外、背徳の瞳 V2 でございますね。番外を選んだのは初めてですよね。というのはこれ小室さんの作曲ってわけじゃないんでね、あの YOSHIKI さんとの合作なんでね、あくまでも。しかも主旋律っていうか主な旋律は多分 YOSHIKI さんの方が作ってるんで、まあちょっと小室さん作として、ランク付けするにはちょっとという感じなんですが、これ私ものすごい好きなんで、どうしても番外でもランクインさせたかったんですよ。まあ、YOSHIKI さんっていうのはもちろん当時ね、大活躍していた XJAPAN の YOSHIKI さんでございますよね。で、それで2人ともああいうなんつうのビジュアル系みたいな格好を 見かけで、ね、まあどっちかというとやさ男的な感じのキャラクターでありながらものすごいパワフルな演奏をする、ロックミュージシャン系の人たちっていうことで、まあ、共通点結構ありますよね。だからお互いに、まあ、認め合ってたんだろうと思いますしね。まあその2人が組んだってことですげえと思ったんですけども、まあその組んだ事情についてはなんかなんつうのかな交通事故的っつうかアクシデントがきっかけみたいだけど、まあまあでも良かったですよ。で実際出来上がった曲もすごいなと思いましたね。あれは素晴らしい。もうイントロからすごいしね。でどこを小室さんが作ったかっつうと、それお二人で検証してくださったことがあってね、なんかの番組で。で小室さんが作ったのは、どこだっけ、トゥルルルルトゥルルルルトゥルルトゥルルルルルみたいなところだみたいですね。だからまあ割とイントロに近いとことか、それから途中で転調するとことかいうところで小室さんの部分が使われてると。あくまでもその引きつけるところのトゥルルトゥルルルルルルルとかは YOSHIKI さんが作ったみたいね。他の部分は YOSHIKI さんが作ったみたい。まあでもこれメロディーも確かにいいんだけど、なんといっても YOSHIKI さんのさドラムが素晴らしいなと思って、YOSHIKI さんのドラムって、まあ、最近そういうこういう動画を撮るってんでいろいろ見たんですけど、いろんな動画をね。 YOSHIKI さんのドラムってなんかアクリルドラムっていうやつみたいで弾まないらしいのよね。だから反動を使えないらしいのよ。だから思いっきりこう振り下ろして打たないと音が出ないみたいな。だから YOSHIKI さんのあのパワフルなドラム叩きっていうのは意識してパフォーマンスとしてやってるわけね。本物のドラムだったら確かにね、あの V2 の背徳の瞳叩いてみたとかいう動画いくつかあるんだけど、だいたいみんな軽くやってんのよ。YOSHIKI さんに比べればよ。YOSHIKI さんに比べれば割と手元で簡単な感じでやってるから、まあね、あ、YOSHIKI さんより上手いんだこの人みたいに思っちゃうけど、まあ実際の技量の差はともかくとしてね、わかんないよ私には。ただ、YOSHIKI さんがあんだけ上からバシバシ叩いてるっていうのは、そもそもドラムの差があるみたいなんだよね。YOSHIKI さんっていうのはドラムをパフォーマンスに引き上げたっていうところ。逆に言うとゴリゴリのドラマーの人は結構 YOSHIKI さんのことを軽蔑してる人が多いんだよね。私の周りでもいるんですよ、ドラムやってた人間で。要するにパフォーマンスですよね、あれみたいな感じで。テクニックは大してないのにこうね、大変なように見せるパフォーマンスですよねみたいな言ってる人結構私の周りにもいたし、で実際にネット上のコメントでもよく見る、 YOSHIKI は上手くないみたいな感じでね。まあ上手いか下手かって言ったら私もそんなに上手い人とは思わない、テクニックで言ったらね。リズムも結構ね、まあ確かに上手いとは思わないけど、なんつうの、そのパフォーマンス的なところをさ、ドラムに光を当てたっつところはすごいなとやっぱ思いますよ。パフォーマーとしてはすごい、ドラムパフォーマーとしてはね。で大まけにピアノも弾くわけでしょ。まあ優れたパフォーマーだと思いますよやっぱり。で小室さんもさ、そのイントロのところのね、鍵盤キーボード弾くのところとかさ、やっぱりいいんだよね。いいんだけど、その出だしのね、あの日のところでみんながガクッとなるっていうね、ネット上のコメントを見るとね
あの日を聞いてガクッとしましたみたいなコメントいっぱいあるのよ。確かに小室さんボーカルとしては弱いんだよね。ボーカリストとしては弱い。あのランニングトゥーホライズンもね、シティハンター3の主題歌だったランニングトゥーホライズンも、あ、これ普通に宇都宮さんが歌った方が良かったんじゃないのと思ったし、この背徳の瞳もさ、 X のねトシさんか、あるいは TMN のね宇都宮さんが歌ってくれたら、もしその2人のどっちかが歌ってくれてたらもっと名曲だったのにみたいな、いっぱいあるんだけど、で分かるんだけど、まあでも背徳の瞳はやっぱり小室さんの歌で聴いてこそだなって私は思う。うん、まあ、好きですね、小室さんのボーカルも背徳の瞳に合ってると思う、うん、あの世界観にね。あ、だから背後で流れる YOSHIKI さんのドラムパワーがすごくて、その綺麗なメロディーラインに YOSHIKI さんのそのものすごいドラムパワーが乗っかってるから、もう中毒性高すぎですよこれ。未だに聴けるもん、最後までっつうか、聞き終わってもう、ああ、もう終わっちゃうのかみたいな感じだからね、いまだにだよ。こう何年、何十年も前の曲なのにね、聞き飽きない。うん、まあ、それはやっぱりメロディーが綺麗なのと、それから YOSHIKI さんのドラムパワーによりますね、本当に。あ、まあ、小室さんについてはね、ちょっとこの曲では弱めになっちゃうから、まあ、番外っていうところですけどもね、どうしても入れたかった。小室さん関連でね。じゃあ、ラムさんがね、あの非常にあっけらかんとね、なんでだっちゃって聞くわけ。まあ、確かにね、ラムさんは何もわからない、忍さんの気持ちはわからない、うん、で次に忍さんの名台詞が出るわけですよ。まあ、これも押し節っていうかね、それはね、つまりある人がある人を気にして残ってるんで、私としてはそのある人が気になるから残っているわけよ。ただそのある人が気にしているある人はそのことに全然気づいてないわけ。これってわかるって